おい、向こうは食べ物の歴史だってよ。行ってみようぜ。ダメですよ。ちゃんと順番通りに見ていかないと。そうそう、せっかく来たんだもの。ああ、まだガラスの破片が残ってるかもしれないから、みんな気をつけてね。はい。何か手伝うことある？ありがとう。でもガラスが危ないから私一人で片付けるわ。そう。館長さんって優しくて素敵な人ね。まあ口が達者ね、お嬢ちゃん。でもね、あの人はああ見えてやり手なのよ。株とかやってて結構お金持ちだし、車もね、超高級車なんだから。島田さんって見た目感じが悪いわね。というよりも神経質なのよ、あの人。いろいろなことに細かいのよね。そう。相原さんってどんな人なの？いい人よ、とっても。もっともプライベートのことはよく知らないけどね。橋本さんってちょっと苦手なタイプだわ。そうね、私もあまり話したことはないけど、多分人付き合いは苦手なタイプよ。友達がいるなんて話も聞かないしね。館長さんって優しくて素敵な人ね。まあ口が。でもね、あの人はああ見え株とかやってて結構。あの古文書に宝の在処が隠されてるって本当なの？どうかしら。でもそう考えた方が夢があって素敵ね。隠されている宝って一体どんなものなのかしら？よくはわからないけど、想像するだけで楽しいわね。古文書っていつもガラスケースで運んでるの？ほら、どこでもそうなんじゃないの？よくは知らないけど。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。ほんとだわ。その上ガラスケースまで割れるなんてね。まるで仕組まれたようなタイミングね。ひょっとして誰かが古文書を盗もうとしたなんて。こんなことあるわけないわよね。昔の人って毎日何食ってたんだろうな。僕、ここに一度来てみたかったんです。もう感激です。灰原さん、コナン君いなかった？さっきからいないんだけど。さあ、知らないわ。そう。どこから調べてみようかしら。よくできた模型ね。でもこれが特に怪しいとも思えないわね。別に怪しいところは。別に怪しいとこ。
このプレートが上から落ちてきてガラスケースが割れた。だけどそんなに重くない。これが落ちただけでガラスが割れるかしら。これはスパナだわ。犯人はこのスパナを使ってガラスケースを割ったのかしら。ま、何にせよ手がかりになるかもしれないわね。このガラス、強度はかなりのものね。よほどの力を加えない限り割れるなんて思えないわ。ここにあるのは歴史的にも重要なものばかりだわ。これが特に怪しいとも思えないわね。見たところ普通の花瓶だけど、犯人はこの花瓶でガラスを割った可能性もあるわ。ま、何にせよ手がかりになるかもしれないわね。鍵？これは一体。ま、何にせよ手がかりになるかもしれないわね。このガラスを割れるものといえば、周りにはスパナか花瓶ぐらいしかないわね。ここにあるのは歴史的にも重要なものばかりだわ。だけどこれが特に怪しいとも思えないわね。ここにあるのは歴史的にもこれが特に怪よくできたもこれが彼女はとってもいい子だわ。あまり危険な目に遭わせたくはないわね。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。別に怪しいところはないわね。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。ここは配電室ね。館内のすべての電源がこの部屋で管理されているようだわ。さて、どこから調べてみようかしら。別に怪しい。別に怪しいと。主電源のメーターはゼロを指したまま。どうやらスイッチによって流れる電流の量が違うみたいね。あまり針が触れすぎてもダメ。真ん中がちょうどいいはずだわ。とにかく電源を入れてみましょう。何かわかるかもしれないわ。
どうやらスイッチによって流れる電流の量が違うみたいね。あまり針が触れすぎてもダメ。真ん中がちょうどいいはずだわ。同時にタイマーの機能が動き始めてる。なるほど。さっきの停電はこのタイマーによって引き起こされたのね。ということはあの停電、やっぱり誰かに仕組まれたものだったんだわ。別に怪しいところ、別に怪しい。他を当たりましょう。なあ灰原、さっきから一人で何やってんだ。別に。あっそう。次はどこへ行ってみようかしら。なんだ君は、ここは部外者立ち入り禁止だぞ。まったく、秘書の高野くんは何をやってるんだ。まあまあ、彼女はよくやってるよ。相原さんはギャンブル好きで借金取りがよくやってくるし、橋本さんは文句ばっかりで働かないし、いちいちフォローする僕の身にもなってほしいですね。艦長、古文書は無事引き渡してきました。おお、そうか、ご苦労様。ケースの件でだいぶ文句も言われましたけどね。ところでお嬢ちゃん、君は江戸文化に興味があるのかい？ええ、特にさっきの古文書に。でも、宝の話は本当なの？そんな言い伝えがあるのは事実だよ。なかなか夢のある話だね。秘書の高野さんって綺麗で優しい人ね。そうだね、見かけはちょっときつい雰囲気かもしれないけど、まめに気のつく優しい女性だよ。島田さんって厳しそうな感じね。彼は真面目だからね、どうしても表に出ちゃうんだよ。でも信用できる人物だね。この私が保証するよ。それはどうも光栄です、艦長。おや、聞いてたかい？